皆さん、こんにちは。すです、えー。今回はですね、雑談です。話のネタはですね、ちょっと変わったパンニング定義ですね、楽器の配置の仕方をしている録音芸術を、えー、一つ紹介します。でね、まあ、それがどんな曲かっていうのをちょっと言う前にですね、あのー、これを見てるねで皆さんにあのー、考えてもらいたいなと思ってですね、ちょっと質問します。えー、まあ、これから僕が紹介する音源は、えー、女性ボーカルと、あとクラシックギター、 このね、デュオなんですよこのが。出てくる楽器音色はこの2つだけですね。女性ボーカルとクラシックギターと。で、この2つで作ったサウンド、えー、どう配置しますか音楽制作するときに。いくつか考えられるとは言ってもですね、まあ、 まあそんなになにいですよね、うん。僕だったらそのデュオで来た場合だったらあの大体30度ぐらいかなに大体狭めてその中その狭い中で2人並べるっていうことをねやることがね僕は多いです。うん、でまあもう完全にこう僕の好みなんですけどね。<laughs> うん それとあとあ考えられるというか、まあ、いい場合によっていいのはこうもうちょっとこうレンジ広げて思いっきりこう2つ2つじゃない2 <laughs> 人を、えーまあ、こう左右に振るという感じかな。ただねこれ僕はねちょっと気をつけるのは、えー、例えば掛け合いなんかでやが、ね、中であった場合にどっちかの音がこう途切れますよね。 でまあこう話してる段階で想像してるで話してる段階であ音がこっち行ったりこっち行ったりしてなんか派手でいいじゃんみたいに <laughs> もう言えなくもないですけど実際それを聞いた時って結構ね、まあ、ヘッドで聞いててもそうなんですけれどもスピーカーが突然ぶっ壊れたのかなとか <laughs> どっか接触不良起きたかなみたいなねそっちの考えが先に立っちゃうんですよね。だからちょっとその音楽の中にその没入し してていいくっていう感じからパッとそこで一瞬弾いてしまうのでそれは作品としてどうだろうっていう <laughs> ところが僕は思ってるところがあるのであんまりやらないですね両方が常に音を出してる感じで最初からね最後まで終わるんだったらそういうのもまあいいかなと思うんですけれどもねでまあデュオなのでまあそれかあとはもう思いっきりものですよねものにしちゃうかあ,あのモノサウンドっていうのもかっこいいものでですねやっぱりこういう少人数的に 少人数でやる、まあ、例えば弾き語りとかねまあ一人でこう、まあ、ピアノ弾きながら歌うとかでもうそういうモノラルサウンドにするとやっぱそ,うその場でこうなんかこうマイク一本で雑いい意味で雑に撮ったみたいなライブ感みたいなとかねあのー、あったりしてまあそれはそれで面白いと。でまあそんな感じで、まあ、いくつか考えられるとは言ってもレンジの問題になってきますよねはい的にはね。うん。どうですか大体もうちょっとこう。 50とか60とかぐらいまでにして配置とかしますか <laughs>、うん、でですねこ、あのー、今回僕が、えー、紹介するのはですねそんなね甘っちょろい定位じゃないよ。<laughs> ねえー、<laughs> 正解はあ正解はっていうか <laughs> この紹介する曲はねあのねメインボーカルが真ん中にいて えー、クラシックギターがみんなから見て左にいるんですよあのパンニング100 <laughs> 状態ですごくないですかこんなパンニングやる勇気ありますか皆さん <laughs> デュオのサウンド制作でやったよって言われて「あデュオか何歌とギターじゃあ歌真ん中でギター一番左にしようぜ」みたいな「なりますか? <laughs>」ならないですよねたとえそうやって作ってもさ例えば誰かこう依頼してきた人ったプロデューサーでもお客さんでもいいですけども 聞かせたら絶対さなんかこうパンニング偏ってませんかとかって絶対言われるよ <laughs> 絶対言われるし言う感覚が正解ですよただ正しいと思います <laughs> その感覚は正しいと思うよ <laughs> ねえそのでそれをさそのまま押し切るだけのプレゼン力があるかというところもありますけどね <laughs> まあとにかくねすごい変わったパンニングだなとちょっと他になかなか見ないなというのはどんな曲かというとですね ブラジル音楽でいうとまあボサノバっていうのはありますけれども一つねまあ,あの現地では処理入なんてざっくり言われたりしますけれどもそのボサノバの、えー、でもまあ特に有名な人ですねアストラッド・ジルベルトこの彼女のアルバムはちょっと光って見えないかなうんー難しい <laughs> まあいいやちょっと背景で見せるようにしようかなうん、えー、その彼女のね、えー、1965年ですね、えー、レコーディング あちょっと発売されたのはちょっといつかはわからないんですけれどもレコーディングがニューヨークで1965年って書いてありますから、えー、そのぐらいの、えー、作品なんですけれどもまあ当時レコードですよねだからまあそれが今こう CD になって聴けるとでそこの、ね、中の3曲目のね「マニャンジカーナバウ」っていう曲、えー「カーニバルの朝」ですね日本語のタイトル放題はねで有名だと思います。 えーまあ、これあのー、映画の「黒いオルフェ」何しないかでもある曲なんですけれどもその曲がですね、まあ、まあその彼女のアルバムでの曲は、えー、ボーカルがいて <laughs> 彼女が歌ってて一番左でギター弾いてると、うん、そういうパンニングになってます。でまあこの当時っていうかまあ、昔の音源って割とこうパンニングがはっきりしててあ あのまあ、ボーカルあそこに真ん中にいるよねで,でちょっとずれてパーカッションいるよねみたいな、まあ、もうちょっとずれてそこに、えー、ベースいるよねとかあのギターいるよねとかって割とこうパあの定位がはっきりしてますよね。でそのス,ステージ上の人間の配置ステージ上のミュージシャンたちの配置をそのままこう録音の中に反映させるみたいな感じのがあのまが、あ、よく見受けられると思うんですけれども。 だからあのの、まあ、今のその録音でもそのオーケストレーションとかまあ全然、ね、あのベースがど真ん中にいるわけじゃないじゃないですか、まあ、そういう配置があっても、まあ、ありますけれどもいろんな配置ありますけれどもね,、まあ、だいねあのビッグバンドとかでも、まあ、まあ大体ポップス的なというかあのロック的なというかそのベースは真ん中にいてギターは真ん中にいてボーカルも当然真ん中にいるじゃないですかっていうような感じではないじゃないですかでその昔のやつも結構そういうのがあって。うん ステージ上の配置をまあ反映してるんじゃないかなと思うんですけれども当時のエンジニアたちの感覚からね言うと、うん、だから、まあ、のベースが別に真ん中にいないっていうのも当たり前の話。 なわけですね特にジャズとかだとねまあジャズとなるとちょっとあの誰がメインかによってメインの人が真ん中にいたりねピアノトリオとかになったらピアノの人が一番有名で目立つので、まあ、ピアノを真ん中に置いてあとは、まあ、ベースドラムは左右に分けるみたいなね感じにもなったりしますけれどもまあライブ感っていうのをそのライブのステージをこう反映させてるみたいなね感じのが当たり前にあるとはいえとはいえですよ。 ボーカルとギターの <laughs> 2人のサウンドでボーカル真ん中ギター思いっきり左ってさすごいよね確かにステージ上ではそうなるそうなると思います <laughs> 真ん中でう、ま、あの女の人、ね、メインなのでこの花を、まあ、目立たせるその脇役というかこうよりこう綺麗に見せるための、まあ、額縁的な感じでねあの ギターの人がちょっとと横にずれて弾いていると要はステージ上の真ん中ではないところにで弾くっていうねうん、まあ、そういうこともあ,のありますけれどもそれを録音でやったらなんかおかしくないですかか <laughs> おかしいって思わない当時の感覚なんだろうなみたいな感じのことをこう思い描いてうん、えー、とねあのちょっとこう面白いかなっていうね。 うん、今時の感覚僕だったらちょっとそれは選択肢に入ってこないですねこういうパンニングはボーカル真ん中でギター一番左パン100っていう <laughs> パンニング L100 っていうね <laughs> うんいやすごい、うん、だからあのー、まあちょっと DTM でね今音楽制作をやってる人もそうですしそのまあ今勉強ね今やり始めたんだって面白くてしょうがねえよみたいなね人もあの音の資料としてちょっとねこのアルバム 今こう CD で出てますから、うんえー、アストラド・ジルベルトのね、ザ、あのー・シャドウ・ o u r s スマイル、日本語版だとあの、イソシギって書いてあるかもしれないですね。で、のをね、ちょっとアルバムを、あのー、1枚持っておくとね、えー、いいんじゃないかなと思います。いろいろあの勉強にもなると思うし、えー、話のね、こうやって話のネタにも <laughs> なるしね、<laughs> なんか変なパンニングのがあるぜっていう、ねうん。とね、いいと思いますね。 うんまあそんなところですかねあーそうか、うん、まあ、ちょっと雑談ですけどああ <laughs> っていうか雑談なんですけど雑談の中の雑談なんですけれどもあのブラジルの映画って、まあ、僕もねちゃんと見てるのはあの黒いオルフェとあこれは合作か、えー、とまあブラジルが絡んでる映画というかねとあとあのシティ・オブ・ゴッドですねあの何度も見たというのはもう <laughs> この2つなんですけれども。 あのーまあ、どっちをおすすめするかなっていうとちょっと昔の,あの黒いオルフェはちょっと新しい版もあるんですけど昔のやつを見るんだったらその何だろう歴史的な資料としての価値、えー、当時の風景のりとかですねそういうのをこう、あのー、粗い画質のね、えー、映像でその見るっていうのは面白いのでそういう意味ではおすすめできるんですけれどもこう見てこう没入感というかエキサイティングというか。 うん、こう心を持ってかれるみたいなのはシティ・オブ・ゴッドですかね、うん、あれを見るとねなんか悪いことしたくなるねわ <laughs> かるかな見たい人はちょっとわかると思うんですけどでまあちょっと子供の演技とかもねすごいなとこうちょっと危機迫るものがあるというかどこまでが演技指導なんだろうかっていうねちょっとね、うん、なんかそんなことも考えてしまうぐらいの迫真の,の演技というかね面白いですよ。 まあとにかく雰囲気が素晴らしいですね。まあ、どっちも雰囲気が素晴らしいですね。うん、でそうそうブラジル映画ってねなんかこうもっといろいろ見たいなと思うんですけれども昔ねちょっとあの音楽のあ音楽じゃない、えー、っと映画のね配給 会社の,あのプロデューサーサにねちょっとと話聞いたことあるんですけどもなかなかねブラ,ジルのブラジルの映画を日本に持ってくるってね結構難しいらしいですよ。あの何、ー、てかっていうと文化が分かんないから日本人はブラジルの文化なんか知らないじゃないですか大して知らないでしょ <laughs> でアメリカの方はよく知ってるでしょやっぱりそれはハリウッド映画とかをいっぱい日本に入ってきてるしあのー、英語にね親しんでるじゃないですか。もう中学小学校とかもう今だったら小学校小学生からね 触れててもう当たり前の状況ですけれども身の回りパッとさどっか街中の看板とか見てもさ英語だらけじゃないですか <laughs> 日本ってね <laughs> だからそのアメリカの文化もちょっとこう分かるところがあるとのでああいうのは多分入れやすいと思うんですけれどもそれに比べたら全然ブラジルの文化は知らないですよね。で結局さなんか例えばギャグとかを言ってたとしても文化が分かってればめちゃくちゃ笑えるんだけどでも分かってないと。 全くわからないと。<laughs> 何が面白いのみたいな、うん、感じになっちゃうんだよねつって。で、そういう意味で、こう、なんかこう、ブラジルのね、なんかこう、え映画、日本にこう、配給やりますかみたいな会議になると、大体いいそういうの落とされるらしいですね。<laughs> だって、みんなわかんないっしょみたいな感じで。わ <laughs> かんなかったらね、それはもう収入に、興行収入につ、ね、ながらないのでね、無理ですよね。<laughs> ねまあ、そんな感じでね、なかなか、あの、ブラジルの映画がね、日本でこう、 まあ、ハリウッド映画のようにこういっぱい入ってくるみたいなねまあ無理らしいですねうんまあアメリカはドラマなんかもね今もずっとえっ、ー、とテレ東だっけあのお昼とかもよくやってますよねうんあのまあ割とあのああいうのは見ますけど、うん、昔のあのファミリータイズだっけ <laughs> マイケル・ジェフォックスが出てたやつあれなんかめちゃくちゃ面白くてハマってましたね子供の頃まあそんな感じで英語圏みたいなもんですよね日本もね <laughs>、うん、まあほら逆にあのブラジルの人もね別に日本の文化に詳しいわけではないです わけでではないですねあの例えばブラジルでね、えー、ブラジルでやってたそのドラマ「レンドラ」があるんですけれどもあ恋愛ドラあのななんだろう,こうドタバタラブコメディみたいな <laughs>、ね、あのねブラジルに、ね、すごいあの、ね、レンドラいっぱいやってるんですよ。<laughs> その中の一つやそういうのがあってその中であの日本の日本の文化が出てくるところがあったんですけれどもそこで流れてる BGM が。 あの中国の曲っていう <laughs>、まあ、そんなもんですよ。<laughs> だねざっくりね中米なんか例えばじゃあ,あの中米とかさもうあの辺みんないろいろ国あるけどざっくりわからないじゃないですか「<laughs> この音楽はどこ?」とかねうんまあそんなもんですよ。うん、離れてればねわからないっていうね。 うん、まあ、えー、そんな感じですかね雑談の雑談が <laughs> ちょっと長くなりましたけれどもちょっとこう、えー、今回はですね変わったパンニングをしている録音芸術ブラジル音楽のボサノバで有名なねアストラト・ジルベルトのアルバムザ・シャドウ・ビーはスマイルの3曲目のマニャンジ・カーナバーウ、えー、カーニバルの朝ボーカルが真ん中にいて、えー、ギターが左にいると <laughs>、うん、っていうねすさまじい 定義をしているね、えー、録音芸術のお話でしたということで終わります、えー、ご覧いただきありがとうございましたあそうだねブラジルだからチャオチャオ <laughs> チャオチャオ日本語で言うとバイバイみたいなもんですね、うん、チャオ